はい、皆様どうも、マフロです。それでは、戦国無双4流浪演武ですね、続きをやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、イベントらしいものはなくて、戦闘だけみたいなのが戦闘に入ってます。あ、そうだな、こっち向かってみようか。ここは避けられないな。さっさと罠しましょう。最初からボス見えてればいいんだけどな。この方位突破してみせる。終われない、争いを止めるまでは。じゃあいつもの通りマフロさんには奥に突っ込んでもらって、やってみせる。さあ、怖いって言ってる場合じゃないか。さて、仕事はきっちり果たすで。いざ戦わん。敵将討ち取ったり。ありがたい、そなたの主力に感謝する。俺に挑むのか。お前ガチでバカじゃね。バカで悪かったな。
我が力が必要であろう。力を貸そうぞ。ありがたい。松永さん苦手なんだよな。小悪党じゃなかったの。はい、皆さん、おいしい会話まだまだあります。一列に並んで順番を待ってくださいね。実はこのカユには暴れ出す毒が持ってある。奴らを大暴れさせて一気を先導しようという企みよ。心配するな、そんな毒はない。企みは我が輩の妄想。我が輩が真心を込めて作ったただのカユだ。うまいぞ。働かざる者食うべからずというチンケな正義が嫌でな。そんなものに味方することないよう炊き出ししておる。正義に気をつけろ。正義はお主に言い訳を与え、取り入り操り、お主の運命を支配しようとする。だから正義には先がないことが多い。実にちんけ。だが悪党は常に先を読んでおるのよ。ほれ、意外といい人だ。まあ今回も下がらなくてよかったわ。いつも下がってばっかりだからね。お、孫一さん。またナンパされんのかね。お姫様、三度来てくれたのかい。俺のことが気になって夜も眠れないって顔だな。いいさいいさ、眠れない夜は俺が隣にいてやるよ。否定しておこうか。面白そうだし。素直になれよお姫様。恥じらう姿もまた可愛いけどさ、安心しろ。いついかなる時でもお前のそばにいてやるよ。男キャラだったらどう言うんだろうか。マーゴーみっけなのじゃ。マーゴー、何故その女子の肩を抱いておる。ぐっ、ややこしい奴が来ちまった。続きはまた今度な。ややこしいだろうけどお似合いだよ結構。お、仲間で選択できるようになったってことかね。そいつはありがたい。周り戦闘だらけになっちまったな。じゃあね、横に突っ切るか。奴に感情移入しちまう。お、対象見えてる。やってみせる。
ってる。レモン様の活躍見てけ。そちの着物は奇妙じゃのう。真似していいぞ。惜しいよ。なぜそのような格好をしておるのじゃ。ハハハ、たぶん綺麗に。そうなのか。食べ芸人とやら初めて見たのじゃ。そっちはあまたの国を回り、さまざまなものを見るのであろう。わらわも見たいのじゃ。まだ見ぬすべてのものを聞かせてくれ。そっちが見た面白き人、面白きものの話を。よいな、約束なのじゃ。仲間になったらね。ああ、消えちゃった。なぜに。しゃあない。あ、ここ行かなくても行けるか。あ、無理か。無理なのか。行けそうに見えるんだけどな。無理なのか。しゃあね。終わらせよう。何としても守りきるんだ。どうしても逃げてるやつに感じ。ボスはいない。やってみせる。どうにしちまう。制圧が目標です。はいはい。ゴエモン様の活躍見てけ。やばい、見えた。お、助かりましたぞ。
ました。後から来て目立とうってか？せこいぜ。次第もございません。アフロさん、じゃあやってみせる。これより攻略戦を行う。抜かるなよ。罠が発動するよな。こっち行こう。浅井さんはもう仲間になってるから後回しにしたかったけど、まだ撤退できていない者がいる。敵中に取り残されているのだ。助けに行く。褒められるほどのことでもないさ。それに大将としては軽率に過ぎる。それがしは甘いのだろうな。乱世が悪い。人の世はそうなっている。確かにそうだ。でもならば自分がここにいる意味は何だろう。自分がそこにいる意味はそれを変えるためじゃないか。自分が見たい世界を見るために生きてるんじゃないか。皆が幸せになれるようなの、今は夢物語にしか見えない。だが動かなければ夢はいつまで経っても夢のままだ。そう、誰かが、それも大勢の誰かが動かなければ、その誰かのうちの一人にまずそれがしがなろうと決めたのだ。そなたにも誰かの一人になってほしい。それがしと共に夢を見てほしい。それがしの隣で。いい人だね。
まあ甘い人は好きですよ。あ、また見えた。はい、いいです。敵は一人も逃がさない。ボスが押されてない。やってみせる。防衛してください。この方、それがしの槍で突進、突破する。やれ。やってみせる。あれやんか。参る。我が力。いいよや。後から来て目立とうってか。せこいぜ。受け止めてみせる。援軍としてまいった。負けられない。時間がないです。敵将撃ち取ったり。大人の騎乗です。これだけ強くなってきてるんだから全体的に難易度上げてくれてもいいんだけどな。ゲッ。回り込めるか。罠が来ている。終わったら消えてくんないかな。罠あ、ちょうどいいところに。あの、俺のお願い聞いてくれない？やだって言ってみたいけど。君なら絶対聞いてくれると思ったよ。あ、お願い聞くだけじゃなくてちゃんと叶えてね。お茶言うなよ。お願いというのね。俺温泉行きたいんだけど仕事を終えるまで行かせにと勘兵衛殿がうるさいんだ。そこで俺を箱の中に入れて運び出してくれないかな。お見舞いの品ですとか言えば怪しまれないからさ。絶対バレてるだろ。来た、黒い人。君も入りなよ。汗かいたし、きっと気持ちいいはずだよ。婚約希望ですか？よし、罠消えろ。まだ上にいるな。
はい、ちょっと時間的にいいところなので、ここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではさようなら。